今までにないような数学の分野を切り開くことによって、人工知能の数学が分かるかもしれない。論文 YouTuber、サッサニアです。本日は、博士さんをゲストにお迎えしました。今は修士の2年なんですけど、まあ、機械学習とか人工知能に興味があって、まあ、そっちの方面で研究をやってます。今、ホットというか、まあ、いろんなところで聞く機械学習、はい、AI、ディープラーニングとかそういう単語なんですけれども、まあ、まず、はじめに応用数学、その分野について、今までこう動画出演された方はっていうのは結構理論よりのイメージが強いんですけれども、それと違って応用数学、それをいかに使っていくかみたいなイメージがあるんですけれども、応用数学について考えて応用数学は数学と何が大きく違うかって言ったら、普通の数学って結構純粋数学とか呼ばれる分野になっていて、純粋に数学だけをやるとか、まあそれこそ紀元前から続いているようなものとかがあるんですけど、まあ応用数学は簡単に言えば数学をどう他の世界の問題に応用していくかとか、じゃあそうやって応用するためにどういうふうに今までの数学を改良したり使ったりしていけばいいかみたいな分野も含まれているんで、例えば物理の問題を解きたいとなった時に、じゃあ物理に使える数学の道具がないから、それをじゃあ使えるように作りましょうっていうのも応用数学だし、今ある数学の道具を使ってまだ解かれてない社会学の問題を解くとかいうのも応用数学だし、美術とか化学とか、とにかく数学を応用するもの全部が応用数学になります。結構広い。はい、まあ、実際にはこう培ってきたこういう数学の知識をこうそれぞれの分野に応用するために使い分けというか、これこの分野だとこれが使えるよとか、あるいはこの道具ないから自分たちで新しいの道具を作ろうという感じで、具体的にこれが応用数学みたいな定義ってあんまなくて、だからこそ学科も特になくて、だから応用数学をやりたい人っていうのがいたら、学科名とかよりは実際に研究室とか先生とかで選ぶのもいいかもしれないです、ね、なるほど。本題といいますか、博士さんがあの機械学習、はい、特にディープラーニングの分野について研究されているということなんですけれども、まあ、ぶっちゃけ実際に研究してみてどういう感じなんでしょうか。僕がなんかすごいこう思っているのは、いろんな分野で使われ出せる道具だけど、まあ、なんかあんまこう中身についてよくわかんないで、こう道具として使ってるっていうのが結構印象としてあるんですけど、まあ流行ってますまあそうですよね。機械学習に興味を持ったのは、数学と一緒でいろんな分野に使われているっていうのがあって、いろんなことをやるの好きなんですよ。数学だけやってればいろんなことできるし、まあ、機械学習やってればいろんな応用ができるっていうんで機械学習に興味を持ったんですけど、数学やってたんで理論的なところとかに興味があって、それで最近の機械学習を見てみると、もちろん昔から流行ってる機械学習とか使われてる、そのちゃんと理論的にしっかりしてる分野もいっぱいあるんですけど、なんか最近のはよく分かってない、よく分かってないブラックボックスとか言われているけど、なんかすごい今までのより優秀で、だから流行ってるみたいなところがあって、まあ、それを理論的にやったりとかに興味がありました。まあ、昔からあるのはもう理論になってるんですけど、最近やれてるのは道具だけがどんどん作られて、そうそう、でもよく分かんないみたいな。あとはなんか昔だと、まあ、パソコンとかスペックも弱かったけど、最近になってパソコンが強くなって、まあ、それこそ Google とか、はい、まあ、とにかくそういう大きい会社がいっぱいでき始めて、そうするとそういう会社が計算資源を大量に投入してめちゃくちゃ実験したら、あとはビッグデータめっちゃ使ったらうまくいっているとかいうのもあって、じゃあそれを真似しようと思ってもできなかったりとか。なるほど。マシンパワーでなんかうまくいっているのか、データがめっちゃあるからうまくいっているのか、それとも本質的になんか数学の道具とかがうまくいっているのかとか、どれが正しいのみたいな、なるほど、探り合っているような状況ですね。まあ、まさにディープラーニングとかビッグデータとか呼ばれているものの中身は、分かってないものと分かってるけど今までの機械学習をやってるものと、そういうのもまたごちゃになってて、例えば人工知能って宣伝したら今バズるじゃないですか。そうですね。そういうので人工知能って言って宣伝してるけど、まあ、昔からの統計学を使っているような、なんか蓋開けてみたら、そうです、周回期分析のみたいな、あ、そうですね、よくあるてか、まあ、あとは例えばよし我が社も、はいはい、なんか人工知能導入、 AI 導入しようと思うけど、いやそれって別に回帰分析だけで十分だよみたいな、そういう事例とかもいっぱいあると思うんですけど、実際に僕がやってるディープラーニング自体も、まあ、回帰分析の発展者発展で、回帰分析を何回も繰り返したり、まあ、あとは入れるデータめっちゃ増やしたり線形じゃなくしたり、100回回帰分析を繰り返すとか、そういうことやっていくと、普通の回帰分析だと例えばパラメーターが10個とかだったやつが、まあ、実際はパラメーターがディープの場合は100万個ありますとか100万個、いやそれなんでうまくいくのっていう感じだったり、人工知能なんだか分かんないじゃないですか。分かんないですね。僕も安直に使ってますけど安直さがいいというか、そういう感じなんで、定義しちゃうとなんか大変というか、なんか人工知能って多分昔はそれこそパソコン自体も人工知能って言われたりしたと思うんですよ、ね、パソコンがなんで動くかよく分かってないとか、一般の人がまだ馴染みのないもんだから、とりあえず人工知能プログラミング、それがなんだかよく分かってきて、
みんなが勉強するようになったら人工知能じゃなくてプログラムとか、うん、マクロとかコンピューターというものになったわけで、それと同じようにディープラーニングも今人工知能って言われてるけど、まあ、多分分かって浸透してくれば普通の技術となって、うんうん、人工知能と呼ばれなくなったら勝ちみたいな。まあ、なんかでも技術の進展といいますか、例えば車っていっぱい走ってますけど、じゃあ車のこう仕組みとかをちゃんと説明できる人はほとんどいないわけで、多分今のディープラーニングとかの話も同じで、こうなんで動いてるかよくわかんないけれども、なんかとりあえず動いていい感じに出てくるから使ってみたみたいなことが多いんですけど、その中でこう博士さんはいやいやいや、その使ってみたその道具をちゃんと分類立ててこう理論体系を組んでいこうぜという話。そうですね、体系立てたりとか理論を作るのが好きなんです。いや、わかります。なんかそうしないとなんか面白くない。さっきあの Google の話とかにも出ましたけど、こうマシンパワーなのかデータなのか、それともちゃんと理論がうまくいってるのかわからないっていうのは結構本質的な問題といいますか、つまりこう学問的にチェックしようがないじゃないですか。いや、それ Google の最強スパコンがあるからできたんちゃうやろかって、なんかどうなっちゃうんだろうとか。難しいっすね。それこそ理論化して、ちゃんと、例えば、まあ、相関係数がどうこうとか、うん、それなんか統計学的にそれが正しい結論なのかみたいなのをチェックできるような手立てがないと、それこそ、Google しかわかんない。やっぱ学問が学問たる理由として、こう、やっぱ知識をこう積み重ねていって、それを後世の人間が参照して、そこから発展させられなきゃいけないんですけど、今はなんか先端の人間たちがバーっていって、あとでこう、道を整備するじゃないかと。道を整備してる人ももちろんいると思うんですけど、おそらく道を整備してる人よりもこう道を切り開く人にちょっとフォーカスというか、まあ、お金とかもとても流行ってますね。うん、なるほど。Google とディープラーニングとかで最近の話題だと、なんか囲碁、現役最強の棋士が Google の AI アルファ碁に敗れて、でその後なんかアルファ碁はなんかあの機械学習 の人間の棋譜データを読み込ませたんですけど、うん、その後にそもそも読み込ませないでひたすら勉強させたやつとか、棋士に勝ったアルファ碁をボコしちゃったみたいなニュースが、はい、まあそっから多分一旦、うん、終えたみたいな、クリアみたいな、もう攻略しちゃしきっちゃったみたいな話もあるんですけど、それに近いような話というか、僕がそれに関して気になるのが、はい、まあ、それこそ体系化したいっていうモチベーションもあるんですけど、まあ、囲碁のなんか攻略本、はいはいはい、囲碁対局全集面白いじゃないですか、はいはい、面白い。だけど人間は手を打ち切れないから当然できない、うん、で手数も多いから、まあじゃあ全部計算機に乗せて一個確認しましょうってやるのも天文学的数字なんで Google でもいいので、そういう時に、まあ、それこそ機械学習とか、まあ、人間が今までやったこととかをジャッとこうやってやってったら、結果的になんか AI が勝ったとしたら、 AI が勝ったところから逆に人間がそれを体系立てて、なんでこれがうまくいったんだとか、なんでこれの点数を高いと AI が判断してるんだみたいなのを逆に還元していくことで、まあ、それこそ囲碁の理論とか、囲碁のゲームは先手必勝ですみたいなことが分かれば面白い。面白いですね、っていうのがあって、それがまあさっきのデータから科学とかの研究をする話にも近いと思うんですけど、なんか今までやられてないような分野を例えば数学的にとか理論的に研究するためにデータをめっちゃ集めて人工知能に分類して、人工知能がなんかうまくいったってことはそこに数学的本質がきっとあるから、それを逆に探って数式で記述するみたいなのも興味があります。実際にその囲碁の話も AI を参考に、あ AI はこの評価してるけど、うん、それは何でだろうみたいなのをこう現役の棋士が参考にしたり学習に使ってたりするんですけれども、そういった感じでこうディープラーニングとかが切り開いていって、それをこう人間が後からこう、そうですね、追いついていくみたいな。それこそ藤井聡太とかめっちゃ強いって言われてますけど、個人的には今後そういう人がいっぱい出てくるんじゃないかなAI が教師世代みたいな、そういうのがいっぱい出てくるなんか一角なんじゃないかなっていう気がしてて、囲碁とか競技的なのも面白いし、例えば e スポーツとかもやってる、うん、そういう人工知能も面白いし、まあ、それこそスマブラの数学みたいな、うん、学ばせてこう AI が、まあ、なんかいろんなことができそうっていう気持ちがありますね、うん、それこそ最近だとアートとかアート、うん、そういう広い分野になんかディープラーニング使わせてデータいっぱい食わせて、アートの場合は過去の絵画を学ばせて、うん、ほら家計みたいな、そういうのもありますね、うん、最近流行ってたりなんかいろいろ有名なのだと塗り絵を AI にやらせる、はい、あとはゴッホの絵柄にこの画像を押してくださいとか、あー、なるほど。そういうのもなんかできて、いっぱい応用とかを表す。それこそゴッホの絵の本質的な、なんか数学的性質みたいなのを逆にそこから抜き出したりすることができれば、
確かに確かに、そうか、学ばせてこう出させて、そのデータから本質はこれだってビシッて言え、はいはい、今現時点だとそれが学ばせた結果がちょっとあのブラックボックスで、そうです、なんかよくわかんないけど、はい、それをこう解釈する、うん、それが応用数学、そうです、ブラックボックスをきれいにやるのが応用数学って見方もできるんですけど、個人的にはブラックボックスがもしかしたら従来の数学で解き明かせないかもしれないです、はい、ブラックボックスのままっていう、そうです、うん、そうなったら新しい数学的道具を作らないといけない、うーん、なるほど、今までにないような数学の分野を切り開くことによって、うん、人工知能の数学が分かるかもしれない、うん、っていうと、はい、その新しい基礎的な数学を作ることも応用数学の一面として必要なことができて、それこそ純粋数学でやられているようなすごい難しい問題、なんか4次元5次元の世界を考えるとか、はい、なんかぐにゃっと曲がった空間を考えるとか、うん、足し算が成り立たなくなったらどうなるみたいな、うん、そういう世界の話を改めて作り直すことによってブラックボックスが解き合わせるとか、うん、そういう可能性もあるかなと思ってて、囲碁のこの AI からこう学んで理論を作っていくのを、それが数学においても起きるんじゃないかという、あ、そう、数学を使って人工知能の言ってることを、うん、まだ人間は理解してない言語で話してる可能性もあるんでそれを数学とか新しいものを作って人工知能の理論を理解して、うん、人工知能の理論を理解するための道具を、まあ、それで発展させて、それが発展すると、まあ、数学も発展して人工知能も発展して、まあ、社会も裕福になってみたいな、相乗効果みたいなものが、うん、まあ、応用数学の分野ではよくある。いやー、すごい。なんか、これから目が離せないというか、なんか、確かに、今までこう、機械学習の話とかを聞いてると、こういう分野に使えると、こういう見方ができるみたいな話が多いと思うんですけど、そういう結果から、こう、理論を組み立てていくっていうのは、今までない話だなと思って、すごい勉強になりましたというか、面白かったです。ブックガイドというか、例えば、今やられてることに関連して、こう、面白い本というか。ぶっちゃけると、ディープラーニングって、まあ、2012年ぐらいに1個バーンって言って上がって、まあ、2015年ぐらいに。上がってみたいなのがあるんですけど、はい、なので、まあ、それで流行ってて毎年毎年新しい結果が、その論文投稿サイトのアーカイブとかがあると思うんですけど、はいはい、あそこにも毎日よくわからない単位に100件200件バン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 投稿され続けている世界なんで、うん、最先端が更新され続けているわけですよ。だから本にしてもすぐ古くなっちゃって、なるほどな、あんま採算取れないんですよね多分。だからちゃんと真面目に本を書いてる人って特に少なくて、うん、日本語だとさらに少なくてみたいになってくると、うん、まあ、言ってしまえばない今までこう蓄積されてきたこう書籍から全体に抜き出してくるのもありですし、うん、逆に何も分かんなくてもとりあえずアーカイブ行って最新の論文読めばいっぱいリファーがあってそれで勉強になる。個人的にはツイッターがめっちゃ勉強になります。お、ツイッターが勉強になる。機械学習研究者めっちゃツイッターやってるんですよでアーカイブで面白い論文とかあったらすぐコンコン投げてくれて、はいはいはい、人によっては日本語で解説とかもして、まあ、あとは、まあ、ブログとかで公開したり、そういう人もいっぱいいるんで、そういうのはすごいいいかな。確かに、なんか僕もこの論文 YouTuber のネタとか時々 Twitter から拾ってこう研究者がつぶやいた論文上にこうまとめみたいになってるんですか、はいはい、これパッと見て、あ、これ面白そう、ネタになると思ってね、動画にしたりとかもう完全にネタ元バラしちゃってるんですけどこうおすすめのアカウントとかはありますか？理化学研究所の AIP、はいはい、通称 ○○P っていうところは、まあ、とにかく今日本中から、はい、まあ、理論研究者も人工知能の応用研究者もいっぱい集めてて盛り上がっているところなんで、うん、そこの人は大体 Twitter でいろいろ情報を流したりもしますし、うん、あとは TFN、まあ、通称 P○○ と呼ばれるそこの方も、まあ、Twitter とかたくさんやられて論文とかも流したりとか、こんな感じでいろいろな研究者にインタビューしていきたいと思いますので、他の動画もぜひチェックしてください。本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。白石さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。